任期満了に伴う小金井市長選挙が今日告示され、新人4人の争いがスタートしました。4期務めた稲葉市長が退任を表明した小金井市長選挙には、いずれも無所属の新人4人が立候補しました。立候補したのは届け出順に元都議会議員の西岡慎一郎さん、元大学助教授の岩渕美智子さん、前の市議会議員五十嵐京子さん、同じく前の市議会議員白井徹さんです。小金井市は老朽化した市役所庁舎の移設や財政状況の改善、待機児童対策などが課題となっています。西岡さんは新庁舎建設について6つの公共施設を売却することで財源を確保すると訴えています。岩渕さんは市内に病児保育の施設が少ないことを挙げ、多様な保育の実現を掲げています。五十嵐さんの応援には現職の稲葉市長と増添知事が駆けつけ、市政の継承を訴えました。白井さんは新庁舎建設について民間資金を活用することで早期解決を図ると訴えています。小金井市長選挙は13日に投票が行われ、即日開票されます。